の皆様、アニョハセヨ。アニョハセヨ。アニョハセヨ。天神山頂目町内会でございます。この放送はウェブ番組を通じて天神親不孝通りの魅力を全世界人類の皆様に発信していこうと、毎週月曜日の夜生放送をしております。私、司会の町内会長こと限界などのキムタクでございます。変わってる。いいね、いいね。使わせてもらおうかなと思って、ね、さすがですね、はい、使わせてもらおうかな。タイムリー。会長のうちゃんです。ウッチーでございます。よろしくお願いします。はい、親子通りでサンバクラスをしていますサンバダンサーエロイザです。エロイザでございます。よろしくお願いします。デザイナーの葉山ですけど、一時ちょっと違う区域にいたんですけど、うん、また北天神に戻ってくる可能性が強いです。よろしくお願いします。はい、今回某、会社に面接に行きました、親子通りのデザイナー鳥山明こと葉山明でございます。よろしくお願いします。はい、で今日またお一人ですね、ペガサスクラッカーやったんですかね。ピーナッツペガサス。ピーナッツペガサス。あ、親子行通り大好き、ね、お笑い芸人、ピーナッツペガサスのーコーラさんでございます。コーラです、よろしくお願いします。はい、コーラさんは、はい、どっちかというとこのレギュラー陣ということで、今日はご参加させて、ね、はい、していただいております、ね。はい、今週のゲストですけれども、親不孝通りのドン、まあ我々のドン、はい、白木正郎氏のですね、お兄様であります、はい、白木塾塾長の白木大五郎さんでございます。はい、白木でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう白木正郎さんの方はですね、はい、もういつもこの番組に出ていただいてるんで、はい、まあ、お分かりになると思うんですけれども、はい、またこのお兄様が、はい、すごい方なんですよ。はい、はい、ちょっと白木正郎さんというとちょっとこうどっちかというとこうエンターテインメント系じゃないですか。はいはいはい、はい、芸能人系というか、はい、そんな感じの、方なんですけれども、はいはい、お兄様はですね、はい、大こうなんていうんですか実業界というか、はい、もう会社のここの福岡の経営者の方たちから、はい、ものすごく尊敬されてる方です、はい、ちょっと今日そういうお話を少しさせていただくんですけれども、はい、まずこの白木大五郎先生の経歴でございます。はい、ちょっとこのご自身の方からですね、はい、ちょっと説明していただきたい、ご紹介いただきました、はい、白木大五郎でございます。弟の正志郎がですね、この番組大変お世話になってるので、うん、今日はそういうご縁で参加させていただくようになりました。もともと福岡出身なんですけども、今、はい、鎌倉に住んでおります。鎌倉、今日、昨日この番組のために鎌倉から参加しております。ありがとうございます。と言いますのは、私はもともと福岡の出身でですね、はい、大名小学校、毎日それから周遊館、それから東京の学校に行ったもんですから、はい、それ以来ずっと福岡をお留守にしてたんですね、はい、ところが定年退官いたしまして、はい、今日立製作所に勤めておったんですけども、はい、人事労務法務の仕事をずっと長くやってまして、はい、そして特に日立グループというのはご承知かと思うんですけども、はい、グループ会社含めて972社、うん、36万人の会社でございます。まあ、そこで人事労務法務やってましてですね、36万人、はい、で65歳まで勤めて、まあ、役員やってまして、はい、それ以降退任した後ですね、はいはい、日立っていうのはご承知の通り、たくさんの会社がありますんで、はい、役員になりますと必ず日立の経営研修所というところで20日間研修を受けるんですね、はい、この研修の内容が面白くてですね、うん、まあ、もちろん経営の勉強もさることながら、はい、お茶、お花、はい、書道、それから俳句、はい、禅、そのなんか日本文化みたいなものを、いわゆるこれからグローバルビジネスやらにあたって、はい、仕事のことだけしか話ができないような経営者っていうのはもう尊敬されたみたいなんですね。なるほどなるほど。必ずその禅の話、はい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 、それからそういうだったんですかね、お花とか書道とかこういうのもやるんです、ね。外国とこう取引する中でこうやっぱ日本のこととかいろいろ説明とかもしないといけないですね。特に最近の外国人の方っていうのは日本文化に対してものすごく興味持ってらっしゃるんですね。禅の話とか柔道の話だとか俳句の話とかね、はい、まあ、そういった意味ではね、そういうものをこういわゆる縦の技術的な文化、商売 の、はい、知識だけじゃなくて日本文化、はい、こういったものをね、はい、私もそういった意味で、65で卒業した後ですね、
福岡でずっと先祖代々400年続く家柄、そうですね、白く15代なんですけど、はい、日立関東にある会社に入ったためにですね、うん、福岡に何にもご恩返しをしなかったんですね、うんうん、でちょうど役員やってた時に大病をやりまして臨死体験しました。臨死体験、70人近い視線をさまよって70日間、はい、劇場開演になりまして、先生からは助かるか助からないかあなたの運次第と言われて、はい、その時にね70人近い、それまではもう仕事ばっかりだったんですね、はい、僕は70人近い無菌室に入ってやることないです、はい、でやはり神様ってのはね、仕事ばっかりじゃなくてこれからの人生を考えろということで与えてくれたのは70日間だったと思うんですけど、ただインターフェロンとかステロイドをどんどん選ぶものですから、はい、本当にこう幻覚症状を持ってたんですね、はい、これで私行くかなと思った時にふと思ったのは、400年間福岡でお世話になってる家の長男でありながら、うん、福岡に何もご恩返しをしないで死ぬのは寂しいなと思ったんで、うん、神様仏様ご先祖様にお願いしました、うん、もし助かったら残りのうちは福岡にご恩返しをしますから助けてください、うんはい、助かっちゃったんですね。これはねすごい話よね。同じでも、ね、あの神様のお願いですよね、はい、神さんならごめんなさいって済みますけど神様ですから、はい、何ができるかなと思ったのが、ふと思ったのは、あそうだ、あの日立製作所で人事労務、はい、経営の研修所の先生なんかやってましたので、はい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 、経営者を育てる、人を育てることは少しできるかなということで、はい、10年前からですね、はい、あの白木塾って、ここにちょっと書いてますけど、はい、白木塾っていう塾を始めました、はい、で毎月鎌倉から福岡に来て、はい、そしてあの塾を天神の、はい、にありますアスミンというところで、はいはいはい、今月は28日なんですけども、はい、ちょうど125回になります。125回、10年と5ヶ月あそっか、毎月もうずっと、ま、10年やったら125回になりますよね、はい、もし興味のある方がおりましたらぜひご参加ください、うん、今月が28日、来月が18日、その次が18日ということでやっております、うんまあ、面白い話がいっぱいありました、まあ、ちょっと話脱線しましたけども、はいまあ、そういうことで定年退職って役員辞めた後ですね、はい延長線上で、はいまあ、特にあの日立時代にコンプライアンスだとか企業リスクの、 あの話もしてたものですから、はいはいはい、企業リスク研究所っていう会社を作って、はい、そしてあの今あの日経連の経団連のね、うん、株組織であります、うん、あの経営倫理実践研究センターっていうのがあるんですけど、うんうんうん、一部上場会社126社が入っている団体なんですね、うんうんうん、でそこ の、 あのフェローということで、はい、派遣講師ですな、はいまあ、芸者で言えば沖屋の芸者みたいなものですけど126社 の、はい、あの会社さんから声がかかると言って、はいはい、お出し気を務めて帰ってくるということで、はい、それが大体年間50回ぐらいですかね、はいうん、ということで年間50回、はい、毎週1回ぐらいの会社、はいであの例えばあの宮殿さんのね、はい、やってやらせていただいた宮殿さんはあの監査室グループの監査役員さんを集めて、うん、コンプライアンス研修だとか、はい、からあのですね JR 東日本さんだとか、うん、東北電力さんの日立製作所、うん、NEC とかいっぱいやってるんですよね、うんまあ、それが今私の生きがいと、それからもう一つ先ほど言いました、はいあの白木塾、白木塾と、はい、そこで若い人を育てて一番、まあ、塾生が70名ぐらいいるんですけど、はいはい、一番若い方が福岡の大学、はい、福大の経営学部の、うん、将来会社を起こしたいという人たちとか、うん、あ学生さんたちですか、学生もいますし、それから実際にちあのなんて言いますかベンチャーの社長さんもいらっしゃいます、はいはい、一番最年長が88歳の経営コンサルタントの、ね、20歳から80歳の、うん、セミナーみたいな感じで、なんかあのそれぞれですよ、私の人脈、私が 4回に1回ぐらい私はやりますけど、この前先月やったんですけども、はい、あとは私、人脈を使って、はい、あの仏壇の長谷川の会長さんだとか、はい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 、たこ焼きはっちゃんの会長さんだとか、もう福岡のそうそうたる企業の経営者ですよね、明太子の専務さんだとか、はいはい、それからあのあれですね、あのあたまたまあの復興の隣にあるのは博多100年くらいってありますよね、はい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 、石倉市道、はいはい、あれがうちの井戸子なもんですから、で来てもらってめちゃくちゃでかいじゃないですか、本当あの、はい、日本酒を用意してもらってみんなに飲みながら、はい、日本酒の飲み方、見分け方、たしなみ方、作り方の、そういうことも、はい、この白木塾であの白木塾のコンセプトはですね、歴史と文化を大事にしない民族は滅びるっていうのが、はいはい、必ず経営者、経営の勉強だけではなくて、はい、日本の文化、歴史を勉強しようじゃない
ないか。で最近私は西郷さんの、はい、先生ですかね、はいはい、人間西郷の魅力という形でお話をさせていただいたんですけどね、ちょっと今この西郷さんの話が今出てきましたんで、はい、ちょっとこの新聞記事をご披露させていただきたいんですけれども、はい、これは読売新聞でですね、はい、浦部さんっていう方がですね、はい、毎回この変わりますように、はい、福岡の維新秘話という形で連載している中で、はいはいはい、たまたま先月終わりましたね、セゴドン、はいはいはい、であの中で皆さんもご覧になった人は分かると思うんですけども、はい、いい態度にの国でですね、はい、月商省が、はい、襲われるっていうんで西郷さんが連れて鹿児島に逃げるシーンになりましたよね、はい、残念ながら林真理子さんは福岡をすっ飛ばしてそのままこう鹿児島に行ったように言ってますけど、はい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 、実は筑前勤王とですね、はい、平野国を見た野村冒頭に、はい、この方たちが西郷さんとか月商さんをかくまったんですね。その話をですね、だからNHK では全然やらなかったんで、まあ、実は私のご先祖、4代前の先祖がですね、はい、西郷さんをかくまって、はい、そしてその罪で切られて死んだという、はい、こともありますし、それから月商省は私の家の隣の高橋平右衛門さんという方がかくまって、そういう形で平右衛門さんも、はい、島流しにあって、はい、明治4年まで行ったって、そういう形でですね、これ家ってどこにあったんですか、かくまったところ。かくまったところはちょっとその中でですね、はい、福前醤油の昔、今リクロードビルになってますけども、これですか、違う、家がありますね、まだ違うんです、はい、もっと下の、もっと下の、下の方にあるんですよ、はい、いや、福前、明治の時に西郷さんをかくまったというのがあると思うんですけど、これ3枚目ぐらい3枚目ぐらいにあるらしいんですけど、これですか、これだ、はい、はい、またこれ古い写真ですね、これ、これ明治の初期の写真です。この家、これがまず昔の私の満州ですね。え、これ、ここの今のリクルートビル、リクルートビルさん、ここの親子通りの、はい、そうですね、えー、あれが昔こうだったんですね。で、ここの裏側にあった、蔵にかくまった、これがこの時の新聞で、白木家土蔵に、はいはいはい、で、親子通りの角のところにこういう西郷さんが、隠れたところっていう、はいはい、がありますよね、あります、あります、あります、僕見たことあります。それが、はい、それがちょうどこのプラのあったところですよね。ということは、この親不孝通りに西郷さんがお越しになったと。そうなんですよ、東海岸うちに隠れてたの。はぁ、東海岸、はい、その時にですね、手形ぐらいこうちょっともらってたらですね、あー、一銭も超えてほしい、激レアでしょ、激レアです、はいはいはい、残念ながらね、はい、NHK のとか飛ばされたんですけど、それでちょっとですね、経過をお話ししたいと思うんですけど、ね、お願いします、はい、今からですね、これを出していただきますかね、先ほどの福前醤油なんですね、はい、はい、これも書いてあります。私の4代前の先祖、はい、福前醤油の当主の白木太一さんという人がいたんですよね、はいはいはい、まあ、この方は熱心な勤王商人で、うん、で西郷さんと月商さんが、山内の白石正一郎さんという勤王商人を、うん、のつてでですね、うん、福岡に上陸された時に、うん、かくまったんですね、うん、で、まあ、安政の大国って有名な話で、はい、うん、呼ばれた月商省をかくまってきた、うん、で西郷丼は大きいです、人目立ちますからね、はいはい、福蔵にかくまったんです、福岡州の醤油蔵にかくまって、はい、で月商省を高橋平右衛門さんと、この方はね、目明かしだったんです、うん、まあ、今で言えば交番のお巡りさんみたいなんですね、うん、でもありながら勤労だと、で月商省をかくまって、うん、そして西郷さんは、追っ手が来ますんで、うん、その後先に鹿児島に行って月商さんをなんとか受けてもらいたいという根回しのために先に行かれた、うん、でその後ずっと次にちょっと出て出していただきたい、その順番ですね、はい、順番になってるんで、はい、平野国臣というのが出てくるんですけども、ほう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 、そう、さっきでバラバラになってしまいましたからね、順番に飛ばして飛ばして、はいはいはい、
ちなみにちょっとそうですね、はいはいはい、これはね、国上さんが、はい、助けてですね、はい、鹿児島に連れて行ってんですね、うんうん、西郷と鹿児島から、うん、鹿児島に西郷さんを連れてったのは実は筑前勤皇党の平野国臣なんですよ。平野国臣ってご存知ですか、有名なね、はい、歌があるんですね、ですね、我が胸の燃える思いに比べれば煙は薄し桜山島っていう、はい、有名な詩があるんですけどね。この人確か福岡県庁かなんかの同等になってるとかの方ですよね。はい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 、まさに筑前勤皇党のそのキーマンですね。はいはい。で平野国臣が月照書を鹿児島に連れてったんですけど、うん、NHK の大河ドラマでは西郷さんが連れてったんですよ、うん、あ, あれ嘘だったんだよ。あれ全然嘘なんですよ。この野郎ですね。根回しのために西郷さんが先に行って連れてったんですけど、はい、結果的に当時の久道さんと西郷さんとのこうなったんで、前の成明の長身だったんでね、はいはい、それで久道さんから月照書を追放して殺せと、うん、言われたんで、西郷さんは墓なんで決勝賞と一緒に金庫を割り切り込んだ、うん、で、それを3日後、決勝賞は西郷さんに12歳より1歳ぐらい上と年上ですから死んじゃったんですね、はい、冬の金庫割り取り込んでますから、うん、で、西郷さんだけ助かった、うん、それ以来西郷さんはやっぱりもうそれが一番胸の幼い心と思ってなったんで、うん、それで姿勢が変わったと思ってね、はいはい、それで、あまりの島に緊張されたんで、うん、で実はその次のですね、うん、お言い張りがあると思うんですけども、はいはい、これですね、はい、で西郷さんをかくまった罪でですね、はい、砂漠派から追われる身となった私どもの四代目の先祖白木太子って言うんですけど、はいはい、白木家11代目、僕は15代目ですから、はい、明治元年の12月に逃亡先の長崎で切られて非業の死を遂げたんです、はい、33歳若い、はい、33歳だ。でその時の戒名がですね、このありますように、はい、完売時効故事っていう暗黒寺がうちの代々ご大事なんですけど、はいはい、和尚さんが太子さんを憐れんでつけた戒名が完売時効故事、寒い梅の自ら香る故事って書いてあるんですけど、実はこの戒名にもね、面白い話があります。中に梅って書いてますね。完売。はい、はい、梅というのはですね、勤皇と老子がみんなつけた名前なんです。はいはい、例えば勤皇の志士の変名で坂本龍馬。はい、有名ご存知ですね、はい。坂本龍馬の変名は埼玉に梅太郎。梅が入ってる。それから高杉晋作は谷梅の氏、うん、で本当は勤皇ですから菊をつけられる菊はまあやはり天皇家のあれなんで、はいはい、なるほど、はい、みんなその梅をつけた、うんうん、で安国寺和尚さんが33歳で勤皇の志で切られて死んだ太子のためにですね、完売時効故事と、私はこういうふうに考えてるんですよ。この完売っていうのは、うん、寒い冬に咲く一輪の梅、うん、誰も知らずに殺されて死んだ人だけども、うん、自ら自分の香りをほのかに漂わせているよという、うん、まあそういうことでつけてくれたんじゃないかな、うん、この梅というのはそういう意味なんですね。なるほどなるほど。そして月照書をかくまった高橋平右衛門さんも遠投島流しとなって、この方はなんと明治4年まで、はい、流されて、まあ、こういうことなんですよね。でそのご縁でですね、はい、これですね、まあ、これ、はい、NHK 大河ドラマをご覧になった方ご存知ですが、西郷さんは島流しに会った時に、はい、相方さんという女性と結婚ですね、はいはい、そこで大人男の子一人と女の子一人、うん、菊次郎と菊草さんと呼んだ、はい、なぜ菊という名前を付けたかというと、うん、西郷さんのご先祖は筑前あそこの熊本の菊池氏とかですから、変名を使うときは菊池っていうのを使って、だから自分の息子たちにも娘たち菊池を使って、うん、そうなんだ。で、西郷さんの変名は菊池言語って、うん、言語ってのは源の我ですよ。我の源は菊池なりということで、菊池言語っていう名前につけてるんですよね。菊池、熊本の菊池一族っていうのはすごいんですよ。元寇の時に、はい、船で漕ぎ出してやって元寇の船沈めてるぐらいの。へえ。元寇って蒙古襲来の、蒙古襲来のことですか。あそこに菊池一族が頑張ってるね、うん、絵がありますけどね。へえ。でこれこのちょっと写真はですね、
はい、福岡の方がですね、アイカナさんの方ですね。ですね、はい、でアイカナさんの一番あの今の4代目が一番下に書いた西郷隆文さんという、はい、これ今あの鹿児島におられて、陶芸家やられてます、はい、それから糸さんというのがこれ上の本斎さんの、はい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 、本斎さんの4代目がで西郷隆夫君って言って一番後ろに入ってますけど、はい、これが今あのいろんなあの鹿児島で、うん、いろんな授業をやってるんですけども、うん、面白いのはあの西郷さんの人と一緒に見学する、うん、あの鹿児島ツアーなんてこともやってるんですけど、おいくつぐらいの方なんですか？これはね、もう40何本ですね、はい、後半です。で、この方とご縁があって、ですから私は西郷さんを助けた4代、はい、高文さんと高尾さんは助かった4代、はい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 、そのご縁でですね、実はあのご縁で福岡で、あ、なんか、はい、これコラボ公演をやったんですよね。これですか？これですか？これ福岡の春日で見てあった、はい、あの、で後ろであのバイク持ってるその若い子がですね、うん、これが最後高尾さん、問題目、おお、なんか顔が、あ、ちょっとで、あの、はい、来てるのがね、あの陸軍大将の陣羽織、西郷さんの陣羽織着てきたんですよ。へぇー、はぁ、うん、こっちもね、あの太鼓場もつき羽織袴で、うん、これやったとかですね、こんな感じでね、はい、で西郷さんのね、生還論に対していろんな話を西郷さんに刻まについて一緒にやった、これもやっぱりご先祖のご縁なんですね。はいはいはい。でもう一人のあの最後あの相川さんの子供の方は先ほど陶芸家って言ったの、はい、この方はあの西郷隆文さんとおっしゃって、はい、今南州研修会って毎月1回西郷さんの命日には、はい、この人たちが集まってお墓掃除とお参りをやってます。で私もちょうどその参加した時の写真なんですが、はい、まあ、この同じ西郷さんの子供でもこの隆文さんってのはものすごく西郷さんにそっくりなんですよ。この方ですね、走りになってる顔を見ていただくと、ね、本当にね、ああ、これです ね、はいはい、ちょっとこっち行きましょうか、はいはい、この方、はい、この方ですね、そうそうそうです、そうです、あの座ってる方は弟なんですよ、うん、兄弟ともこのまま西郷さんですね、はい、西郷さんのあの弟さんのあのつぐみちさんですかね、あ、つぐみちさん、あっちにも似てますよね、似てます、似てます、いや、本当に似てるわ、はいはいで、あの上の方の4人写ってるのは、高尾君と一緒に公演やった時の このキャラちょっと気になるんですけど、この人はね、はい、伊藤さんの弟さんの一族で、はい、若松さんとして、なんかものすごい髪型してますよね、うん、なんか番長似てませんか、え、いやいやいや、あんまりよろしくないでこの下の写真が面白い、これね、はい、真ん中にいるのが最後高尾君ですけどね、はい、その一番その2人隣にいる これですね、はい、向こうか、向こうがですか、じゃあじゃあ、あ、これこれ、この方、はいはい、この方はね、はい、一緒にこの前鎌倉で読んで西郷さんと2人で来たんですよ、はい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 、で高尾君に前の日に鹿児島から来てくれたので、はい、で一緒に飯食おうということで、はい、たら白木先生もう一人呼んでいいですかって言って、はい、友達呼んでいいかって、はい、いいよ誰呼んだったら、はい、坂本龍馬の子孫だって、これが坂本龍馬の子孫、で僕はその時言ったのは、坂本龍馬にはお龍さんとの間で子供いないはずだけど、いないですよね、いや、坂本龍馬の直系ではなく坂本龍馬のお兄さん、はいはいはい、坂本権平、はいはい、っていう人のね、はい、それの直系で10代目だはで、その人の名刺をもらったら何と書いてあるかっつうと、郷士坂本家10代目、本家坂本家10代目って書いてある、で、正弘さんという方、いや、いいっすよね、ご先祖様にこういう人がいたらね、そしてメガネかけてこっち向いてるのがですね、はい、この人これは坂本龍太郎って言って坂本の森ね、はい、龍太郎って言って、あんま坂太郎とも言わなくてね、こっちもやっぱ坂本龍馬の坂本龍馬で、ごめんなさい、西郷龍太郎、あ、西郷龍太郎、西郷隆盛のご子孫なわけですね、でこれ6代目やったら若干チャラくなってますね、この後の話が面白いですよね、はいはい、だからこの高尾君がね、白木先生、鎌倉にお住まいですよねって、そうだったら、はい、鎌倉に勝海舟の子孫がいるのご存知ですかって言うから、じゃあ今度、坂本龍馬の子孫と西郷隆盛の子孫と、はい、勝海舟の子孫と、はい、俺と4人で飲もうって話なんですよ、行きたい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 、ね、これも面白いですよ、いや、歴史っていうのはね、はい、
やっぱご先祖様が命がけで西郷さんを作ったというご縁で、はい、150年経ってね、うん、その子孫同士がねこうやって一緒に飲めるってことを思って。確かに、ね、確かに確かに来たいなということなんですよね。あ、これもちょっと大久保利通とかいろんな子孫を呼んでこうし、ね、いろいろ、はい、豪華ですよね。そんだけぜひちょっとおやふこ踊りテレビにしてぜひ行かせていただきます。4人で飲むから番長来ないって言うかもしれない。マジですか？いや絶対行きますよ。絶対行きますよ。行ってください。そういえばうっちーもなんて清少納言の子孫とあと誰やったんですか？宮本武蔵。あ、宮本武蔵の子孫がいるんですよ。あら、本当？知ってるんですよ。呼んできます、呼んできます。宮本武蔵の子孫はアムウェイやってますからね。やっちゃいましたよ。やっちゃいかんだろうと思ったんですけど、ぜひ次に来て、ね、はい、はい、で、さっきは私の家が、まあ、400年続いた家って言いましたけどね、はい、もともとは、はい、越前浅倉一族、はいはい、浅倉義景ってあの戦国大名、戦国大名いますよね、はいはいはい、あれで引かれたと思うと思うんですけども、ご承知の通り、はい、浅倉義景は織田信長に、はいはい、滅ぼされてるんですね。で、実のうちの先祖は朝倉義景の弟にあたる朝倉行部隊を影党というのがうちのご先祖なんですね。で、ちょっとここに使われますけど、はい、これが我が家に伝える家系図なんですけど、はい、最初の初代が朝倉行部隊を影党と書いてあります、うん、細野流で3万5千石をもらった横田家の大名だったんですね、はいはい、で、ところが織田信長に追いかけられたもんですから、うんうんうん、業務大夫の子供ので白木中右衛門っていうんですけども、はい、影定この方は、うん、越前の福井にあります白木谷というところに隠れて、うん、はい、隠れたためて名前を朝倉から白木に変えた、白木に変えた。それでもやっぱり追っ手が来ましたので、はいはいはい、母方の血をたどって当時播州姫路にいた黒田家に、はい、の家老をやってた栗山善助に仕えたんですね、はいはい、栗山善助っていうのは皆さんご承知ないかもしれませんけど、うん、何年か前に軍師官兵衛ってやりました、はい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 、あの時に浜田学ってちょっとされてるところが、はいはい、栗山善助って言いました、はい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 、あれがうちの先祖にあったんです。すげえ。面白いでしょ。あの黒田24期の人すげえ。それでね、どんなことだと言いますと母方の親を辿って、で実は栗山善助の嫁さんっていうのは白木からって言うんですよ。はあ、まあ、そういうことなんで、いとこ同士に当たるんですけどね。ですから私どもの家紋は朝倉家一族と同じように三つ木工ってキュウリの形ってのがあるんですけど、ね、はいはい、それでご案内の通り、黒田騒動って皆さんご存知ですか？黒田騒動、黒田騒動っていうのは、ね、はい、黒田家三代目の殿様の、うん、がやんちゃ坊主で、はい、徳川家が禁止してたことをバンバンやった。例えば大きな船を作ったとか、うんうん、ああ、それダメでしょうね、当時は。それから勝手にお城を直したとか、はいはい、それから勝手に侍を雇ったとか、はい、これは全部幕府の許可を得なきゃできなかった、うんうん、で当時戦国が大体終わって関ヶ原の合戦も終わって、うん、徳川家がこうなってる時だから、うん、豊臣恩子の大名を潰すというのが徳川の政策だった、はいはいはい、でちょうど同じ時期に福島正則の家が潰された。これなんで潰されたかというと、うん、勝手にお城の修理をしたということで潰された、はいはい、それから加藤清正の家もですね、はい、お家管理不行き届けで潰されてるんですよ。だから次はもしかしてもちろんこれだけももともと豊臣恩子の大名ですからね、うんうん、はい、潰されるんじゃないかっていうことで当時の家老で栗山善助さんの、うん、子供の栗山大善という、うん、はい、殿お勇なんだけど、うん、俺はそのお父さんがお母さんがですね徳川家康の孫娘だったんで、はいはい、俺は徳川一門だから何やっても大丈夫だって、はいはい、ところがこれで危ないなということで、はい、勇めたんだけど、はい、聞かないよ。まあ簡単に言えば若干頭悪いっすね。というか家付きの筆頭柄でしょ、はい、でもちろん大善さんの上で、はい、若い、うん、前の先代のね、よく会社でやる古い担当さんがいて、うん、若旦那が継ぐとうるせえじゃないですか、うん、はい、で勝手にね、はい、自分でね身分の低い男をね、うん、空振り上げたんです、はあ、ね、はい、
そしてところが、ね、その倉橋伝太夫っていうんだけど、はい、その人はね、もうあの敬愛だから誰も尊敬してないんですよ、はい、まあ、殿様にね、こばすってね、やったって、うん、じゃ あいつはそれはね、かわいそうだっつって、ね、うん、NHK の大河ドラマになった最後、あの官兵衛が亡くなるときに自分が愛用してた兜があってね、帽子の兜、はい、これをね、栗山伝助に預けて、うん、もし何があったときにはこれで俺の代わりに歴代のその、うん、殿をいさめてくれって言って渡した、うん、で、伝助が亡くなった後、大膳は持ってた、うん、だからそうだ、大膳の持ってるこの兜をね、うん、自分の新しくた家老にあげろということで、うん、返せです、うん、取り合いだ、うん、そしてそれはもともと官兵衛からもらったんだから、うん、殿様が返せたらそうやって返したんだ、うん、返したらそれをすぐね、そのもともと茶坊座がりの家老にした男に倉橋伝太夫にあげたもんだから、うん、そんな大事なものをね、うん、お前のようなやつがもらうもんじゃないって言って、うん、実力でね、うん、大膳が取り戻したと、うん、それで殿様またカッとなって、うん、それで大膳を殺せっていうことになってそういうことでね、このままだとお家騒動になって家が潰れるってことになって、うん、なんとね、奇策を出したのが栗山大膳で、はい、徳川家にね、うん、我が福岡藩の殿様が徳川幕府に謀反の疑いあるって訴えたの、うん、はい、やばいじゃないですか、うん、そうそう、はい、それででもその彼がよくやってた知ってたのはね、はい、関ヶ原の合戦の時に豊臣大倉大名を長政がね説得してみんな東軍につけたんです、はい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 、ですから終わった時にね、徳川家康が、うん、長政の手を取って、うん、徳川家は未来永劫黒岳を粗末にしないということを言って、うん、感謝状をもらったんですよ、うん、はいはい、最後はこれを使おうと思って、はい、訴えた、うん、そして千代田のお城で対決やって、うん、で結果的にそんな謀反の疑いは晴れたんだけども、うん、でも家老が訴えるなんていうのはお家不利管理不利時だっていうことで、当時のね、江戸幕府って面白いこと、どんな裁定をしたかというと、お家不利届け、管理不利届けによって黒田52万石を召し上げる、うん、でただし、はい、千君長政の行為に免じて、うん、改めて52万石を殺害、一日だけ潰したんだ、大名裁定、その三男坊のやんちゃ殿様はそれでもう、はいはいはい、一応収まったんですね。ところが大膳の方は一応もう喧嘩両裁判になっちゃったんだけども、はい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 、まさか戻るわけいかないでしょ、はい、ということで、はい、南部藩に盛岡藩に流された。でもね、普通だったら殿様が嘘言ってやったということで腹が切腹もらったんだけども、はいはい、でもそれは黒田藩を守るためにやったということを幕閣も知ってるもんだから、はいはい、向こうで南波に預かって客運対応でずっとやってるんですよね、はい、でそれがね、これちょっとある、はい、この前東北電力の方で講演頼まれたんで、はいはいはい、そこに行ったら盛岡で講演したんですけどね、はいはい、その行ったついでにね、確かここには盛岡藩にはこれお墓みたいですね、栗山大膳のお墓があると聞いたんで、はい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 、行ったんですよ。では岩手県盛岡で亡くなった栗山大膳の墓にをね、観光協会で聞いたら教えてくれたんで行ったんですね、はいはい、でびっくりしたのはこのお墓のね、うん、上のところが合衆の兜になってるんです。あ、これが、はい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 、こういう兜の形になってる、はいはい、で今この合衆の兜は栗山大臣が亡くなる時に、はい、南部藩の殿様に献上したんで、うん、この実物、官兵衛が使ったこの兜の実物は盛、うん、岡の博物館に、あんなとこにあるんですか、うん、だからこの前NHK 大河ドラマでこの黒田官兵衛展やった時に盛、はい、岡からまた借りてきて、はい、あ、借りて展示したんですね。福岡に戻してもらいたいですね戻してもらいたいですね。でもね、本当にね、盛岡の人たちはね、この人は流されてるけども、うん、自分の体を張ってね、主公、うん、藩を守ったということでね、うん、大事に大事にしてくれて、うん、で、亡くなって何百年経つけど盛岡の市の人たちがずっとお墓手入れしてくれて、へー、やっぱりね、その頃のですよね、はい、
ですからもう本当に、ね、私は嬉しくて、盛岡公演の時の最初に盛岡の市民さんのに御礼申し上げて、私のご先祖が何百年間ずっとお願いしたりしましたということを申し上げたわけですね。はいはいはい、まあ、本当にね、そういう意味では白木家の歴史も面白いなと思うんですね。いやすごいですね、本当。それからもう一つは面白いのはですね、はい、あれですね、私の11代前の、ごめんなさい、元禄の時のですね、はい、やってた白木源流太平という人がいるんですけど、はいはい、また出てきましたね、はい、これはね、どういうことかと言いますと、栗山大膳が起こしたために栗山家は潰れたんですね、はい、で私ども栗山さんの娘をもらってる栗山一族なんで、はい、白木家も首があったんですよ、はい、黒田藩を、うん、それで商売を始めたんですね、うん、それがえらい当たってですね、うん、大金持ちになって、うん、でところがものすごくそのうちの先祖の白木源流太平さんという方この物心が厚くて、うん、で当時太宰府行ったことありますよ。太宰府あります。太宰府に、ね、観世音寺ってお寺があるんですよ。ありがとうございます、うん、で観世音寺の中に階段院っていうのがあるんですけども、うんうん、その階段院のね、にあるこの、はいはい、あ、ですね、どっかありますよ、ね、さっきのなんかお寺みたいな階段の人なんですね。これがね、白木源、あ、これ、はい、白木源流太平さんが寄贈した盆書、はい、金になります。この金のところにね、白木源流太平これを寄贈すっていうのがありますね。ぜひこの階段に行かれたら、はい、この盆書のところに、次の副番書院とかありますよ、はい、ね、そのと横の方に書いているこの盆書ってありますね、はい、元禄14年これ男子っていうのはスポンサーという意味ですけど、ね、はいはい、福岡白木源流とか言ってます、うん、芋主は博多の磯野さんという人がやったんですね、うん、これぜひ白木に迎えるところなんです。もし太宰府行かれたら、はい、ご覧いただければね、はい、ぜひ、はい、っていうふうに思います、うん、まあそういう意味でですね、私も、日立を卒業した後、うん、こうやって毎月の福岡に来るのが楽しみでですね、うん、はいはい、で私の生き様はまさに白木軸で育った経営者が、うん、いずれね、うん、上場でもしたら、うん、で全部無償でやってるんですよ、うんうん、かかる費用は全部私が持ってます。 でそのお金は何から出てるかというと、いろんなところで先ほど言いましたように一部上場会社で講演する、うん、講演料入るんで、うん、そのお金で宿の経営やってるんです、うん、だから女房には迷惑かけてるんです。いやいや、でもそれすごいやなかなかできることじゃないですよね。なかなか神様取るやつ。で彼らはやっぱり白木塾の人も真面目な人ばっかり多いもんで、ね、うん、白木先生ね、多くの飛行機代ぐらいね、一人1000円ずつ出せば出ますからね、出させてくれって言うんだけど、私は成長にお断りしたんですよ、うん、だって白木塾をやってるのは彼らのためにやってるんじゃないんですよ、うん、神様との約束を果たすためにやってくれるということですね。だからね、僕が言ってるのは、もし皆さんたちが将来ね、うん、今中小企業のあれだけど大きくなって、はい、会社も大きくなってね、はい、何周年記念の時に、はい、一言社長で挨拶する時に、はい、今日我が会社がこれだけ大きくなったら昔白木塾でお世話になったおかげですって言ってくれりゃ、はい、俺は草むらかけて喜んでるよ。これ今はね、はいはい、最大の楽しみ。いやいや、すいません、本当なかなかの体制しなくて申し訳ございません。、はい、そうですか。いや、面白いですね。じゃあだけど、はい、いや、この白木大五郎さん、まあ、このご先祖様もね、素晴らしいご先祖なんですけど、もう近々のお父様、おじい様は、お父様やったんですかね、はいはい、戸端の戸端、ご資格ってやつで市長ですよ。若戸大橋を作られた方なんですね。そうなんですね。あれ、日本最初の鉄骨でできた東洋の最大級の場合ね、はい、技術が生かして、四国の橋ができたり、関門の橋ができたり、東洋一、できた時は東洋一の橋って言われてます。すごいね。それがお父様ですよ。すごい。いやいやいや、もうちょっともう、恐れ多いでしょ。恐れ多いね。ああ、面白いよね。そうなんですよ。いやもうね、やっぱり大五郎さんも、はい、正代さんも、まあ、お殿様の家系じゃないですか。はいはい。ちょっとね、親の話をさせてもらうとね、はい、五子合併っていうのは今100万都市になってますけども、はい、戸端っていうのは、若松、門司、小倉、八幡とあって、真ん中にあるのが戸端なんですよ。戸端側はね、八幡新日鉄、八幡製鉄所が戸端工場があって、はい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 、金がボンボン入るんですよ、はいはいはい、で北九州五市の中では金持ちの線だ、はい
はいはい、だからもう福利とかなんかこんなゴミの集計がみんなタダなんですね、はい、合併すると貧乏県とね、はい、あと下がるって市民がみんな反対したんですよ。なるほど、はいはいはい、銀シャリ切ってたら急に無理してなっちゃうんですけどでもね、市がね、あの選挙に2期8年やったんですけど、うん、2期目の時にね、うん、公約がね、五市合併をまとめる100万都市を作るっていうことで出たんですね、うん、ところが当時うちの父がまだ50歳、あの42で市長になったんで、うん、でまだ50歳の時だったから、うん、周りの市長さんたちはね、白木市長は五市合併になったというのは初代の市長を狙ってんじゃないかということをね、うん、中傷する人がいたんで、うん、親父はね、僕は面白い男でね、五市の市長さんたちに連判状を出して、はい、五市合併になった時に五市の市長誰もあの初代の市長にならないと連覇に来たんです。で自分の態度を立ったの、はい、で、あの立候補の公約は五市合併だから、はい、五市合併ができてもならないから退任する、はい、ね、うん、でもしならなかった場合には公約違反だから退任する、うん、という態度を立って、うん、そして反対派の市民をうちに呼んでね、と説得したんですよ、はい、これ説得のね、やり方は親父がすごいなと思ったんだけど、確かに今は戸畑はね、他の市に比べてみると条件いいから、うん、確かにあの銀飯がね、麦飯になるかもしれない、うん、だけど考えてみてください、当時のね、五市合併という大きな苦境の中で、うん、戸畑市民が自分のエゴのためにね、うん、五市合併を反対したということになれば、うん、あなたたちはいいかもしれないけど、あなたたちの孫、子供がね、うん、戸畑のあなたたちのじいさんのエゴで、うん、五市合併ができなかったということに未来永劫言われますよ、うん、ということでね、うん、説得をしてなんとかまとめたんですよ、うん、で、すごいですね、で、まとめて50歳で福岡に戻って、で福岡の熊野市でしばらくはもう醤油はやめてたんでね、うん、駐車場やってたんですけどね、でその後弟が出光辞めて帰ってきて、うん、であのリクルートビルを作ってっていうことなんですよね。だって今ね、橋本徹がほら、なんかその同州制をその日本でね、うん、あのやろうとか言うけど、やっぱこの福岡市とか福岡県とか、こういうのってやっぱその愛着があるんで、なかなかその全部一つ九州っていうので、もう福岡県とかなくしましょうとか言われたって、反対派めっちゃ出ると思うんですよ。これまとめるってすごくないですか。そうなの、やっぱり五市の市長さんすごいなと思うね。てかもう一つ連敗状にもう一つついたのは、五市合併という対等合併が、はい、世界最初のね、あの九州合併じゃなくて対等合併、はい、だから新しい市の名前には北九州五市の誰のどの市の名前も使う、大小倉市とか大畑市にしないと、うん、絶対あの五市の名前は絶対使わないという名前にして、そして北九州市、うわぁ、すごい、これだってこれはね、だからあのいろんな今ところで平成の合併とかやってるけど、どちらかがね九州ですよね、やるでしょ、それをね、対等合併やったっていうのはね、世界でも有名なね、市の合併の、そうですよね、そこで北九州市ってそこからものすごい発展しますからね、すごいですね、いやいや、すごいご先生、実はその話のついでにね、はい、そのうちの親父ってのは大正元年生まれだけどね、面白い親父でね、亡くなる時にね、83で亡くなったんだけど、はい、亡くなる前にね、もう危ないっていうのみんな集まったんです、はい、そしてそれ思い出してみんないるの確認してね、うん、でお袋の手を握って、はい、言ったセリフ、はい、うちの母は千代って言うのね、千代に言う千代、博多弁でね、はい、おっちょしゃん、あんた、わしはあんたと結婚して不幸じゃった、あら不幸だった、ねえ、びっくりするじゃないですか、逆で、そのセリフが、あんまりよがあらごじゃったけん他のおなごの良さがわからんやわあ素晴らしい、ねえ、そりゃ最高の言葉でしょ、ねえ、すごいでしょ、で、僕はね、はい、それでご一座になって、はい、でさっき言いましたように臨死体験で70日間自然さまよって助かるか助からないかな、失いたいと言われたでしょ、うん、で無機質に入るときにね、うちの家内に、うん、俺もな、最後の時はお前の手を握ってな、うん、まあ、うちの家内マリコって言って、はい、マリコと結婚して不幸じゃったって言うやつ、ね、ね、あんまり若い女子だったって言おうと思ったらね、家内がキッとなってね、うん、お父様と同じセリフで許さないって言うわけ、もっといいセリフ言わなきゃ許さないって言うもんだから、ほらね、
大変ですよ、もうインターフェロンステロイドっていうのはもうね、あの副作用があって熱も出るしね、はい、もうでもそれよりも何最後は何と言おうかって考えるのも大変だったんだけど、はい、でもね、親父より言う言葉が浮かばなくて、はい、あのやっちゃいけなかったで実際ね、亡くなった親父が迎えに来てくれたんですよ。迎えに来た、うん、そして、サンズの川まで連れて行かれた。結構臨死の時の話も、ちょうど13年前、63歳、ね、はいはいはい、そして、サンズの川まで行った時に親父が振り返ってね、お前はまだ修行が足んないから帰れって言ってくれたんですよ。あ、本当あるんですね、そんな話。それからもう一つね、僕は肝臓なんだね、その時はね、はい、あの下小肝炎でもう一歩手前なんだけど、はい、その時に私同じ下小肝炎で亡くなった、あの僕が入院する3ヶ月前にその病気で亡くなったあの浅井君っていうのがね、はい、やっぱ迎えに来てくれた。で当時は僕は日立の役員やったんで、専用車がついててね、はい、東京の本社から鎌倉の家まで黒色の車がついてたんですよ、はい、で雨の日にこうその黒場で帰ってる時にその男が立ってるわけ、はい、傘持って、はい、でもまだ幻覚症状だからね、その時は亡くなったとわからなくて、はい、家の近くだから彼が受けようっていうのを受けて、はい、30分ぐらいいろいろ話をしてて、はい、で彼の家の 300m ぐらい手前に来た時にね、はい、雨が止んだんですね、はい、その男がね、あ、白木さんありがとう、もううちの家すぐそこだから、うん、女房に頼まれたものがあるからそこでスーパーで買い物して帰るから僕ここで降りるって降りてくれたんです、はい、で僕が U ターンして帰ったんです。 U ターンしてしばらくするとほっと目が覚めたら、おい、さっき話してた人は3ヶ月前に泣く病気になったんだよ。ゾーッと言ってた、鳥肌になってきてました。すごい、もうね、本当にね、だからもうそれでね、私はね、人生、あのなんていうかね、それまではね、本当にこう企業戦士でね、はい、もうバリバリやったんだけど、70日間の、うん、その視線をさまよった期間っていうのは神様が与えてくれた、うん、やっぱり自分の人生をもう一度考えろということ、うん、福岡に何も恩返しっていうのがあるしね、うん、やっぱりそういった場合は人生が変わるんですよ、うん、皆さんもね、人生が変わる、一回視線をさまよった、ほら、本当でも、あの、どういう変わるかというとね、はい、生きてるんじゃなくて生かされてるっていう、うん、あ、そうですよね、だからもう、それ以来僕は何か頼まれて、はいってやるの、うん、すみません、石田さんから、はいって、はい、もう言う、ようやくテレビで、はいって言って、最近、カラーにも、はいって言ったんですよ。いやまあ、いろいろとご迷惑をおかけしましたけど、はい、いやー、今日ちょっとすごい話、いろいろ聞きましたね。まだまだ聞きたい、最後がすごい。ちょっと今日ね、せっかくコーラさんも来ていただいてるんで、最後ちょっと総評していただいて、今日の話そうですね、今日のお話を聞いて統括をさせていただきます。あ、統括お願いします、はい、お願いします、お願いします、お願いします。でも僕はそう、すごいセゴドン2が来年いけるんじゃないかっていうぐらいすごい詳しいお話を聞いて、その先ほどのその、はい、お醤油の話あったじゃないですか、500個のところに、はいはい、もうその話を聞いて僕は点と点がつながったといいますか、はい、僕昔子供の頃から500個で遊んでたんですよ、はい、よく、うん、あ、そうですか、そうなんですね、はい、匂うなと思って、うん、醤油の匂いがするなってずっと思ってたんですよね。マジっすか、こういうことやったんやなと思って、繋がったんですよね、はいはい、だってその頃もう醤油ないですよね。ないですよ、ないですよ、ないですけど、昔があった香りがまだ残ってるんですよね。おー、ありがとうございます。必ずこういう時は醤油ことです。醤油ことです、醤油ことです、ありがとうございます。じゃれがの正城さんのこと、はい、素晴らしい。いや、だけどね、やっぱちょっとこの親子通りは白木家あっての親子通りですから、はい、今後我々のまたちょっといろいろとしてね、はい、協力も、あ、じゃあ最後にちょっとこの本の話だけ、はい、実はね、先ほど言いました13年前に死にかけました、うん、で助かりました、うん、3年半前にね、今度はステージ4のがんになったんですよ。それで、あ、これで親父がね、ようやくね、もうお前来てもいいよってことになって、はい、ね、はい、もう覚悟して、はい、で、いろんなところでリスクマネジメントの講演したんで、はい、それを、自分の講演をね、録音全部また一冊の本にしたんですよ、はいはい、そして、どうせお葬式の時に皆さん来てくれた方に回想御礼で渡すためにね、はい、この本を書いたんですよ、はい、で、わざわざこれもね、はい、家で女房にね、俺の掃除の時これ使ってねって、はいはい、ここにやったんですよ、はい、それで助かっちゃったんですよ。助かったのはなぜかっていうとね、あそこの鳥栖にある、新鳥栖にできたね、はい、九州国際重粒子がんセンター、あそこでね、
これもね、僕もね、やっぱ、よかったと思うんだけど、がんの宣告受けて、ステージの宣告受けたんで、あ、うん、これで俺はもうね、親父が来ていいなってこと思ったんで、うん、で私の親戚がの方で、80歳である方でもう今、現役引退されてるんだけど、九大のがんセンターにおられたお医者さんから、はいはい、お医者さんにすぐ電話、お兄ちゃんって言ってね、うん、お兄ちゃん、私、がんになっちゃったから、今後どうしたらいいかね、うん、最後どういう生き様をするかってことを相談したいに電話したら、うん、待てよって言って。あの今度九州に新しいがんセンターができた、はいはい、そこのねセンター長が僕が指導してした男だからそこに頼んでみるっていう、うん、でお前資料送れっていうのすぐ送ったんですよ、うん、だ次の日に送って届いた後にですね、うん、佐々木さんっていう国家の理事長から電話があった、うん、これがたまたま資料館の1年後輩の方でね、うん、で僕は、うんまあ、記憶はないんだけどその学生時代の記憶はないんだけど、うん、その方から電話があったのは実は私は今日博士号を取って、そこの議長になれたのは、うん、あなたのご親戚の 松村さんとおっしゃる、うんうん、松村先生のご指導のおかげなんです、うん、いつか先生にご恩返しをしようと思ってましたけども、うんうん、機会がなくてね心残りでした、うんうん、で一昨日松村先生から、うん、私のご本家のね白木の当主の大五郎さんという人ががんになったんで何とかしてくれてあったんでぜひ来てください、うん、であなたを治すことによって私は松村先生にご恩返しができますって言われたんですよ、ね、ほんとねそれでもう特別ね、はい、いろいろ入らせてくれて何人待ちだったやつをね少しちょっと想像してであと半年遅れたら死んでたいやいや、本当やっぱり生かされてますよね。いや、そうですよ。やっぱ生きてるには生かされてるからね。2回死んでますから。2回死んでる。だからこれ、年引かれると、もう1回死んでますから、今、4歳っつって。それまで13歳って言ってたんだけど、13年前だと。若返っちゃいました。若返っちゃいました。いや、まだまだ、ね、大五郎先生にはまだ死んでませんので。そうですよ。これからもちょっといろいろとご活躍を、お祈りしております。また、はい、親不孝通りの方もですね。それでね、はい、この本をね、はい、全部だけ作って、はい、全部、はいはい、そしてこれ不祥事防止のための、ね、本なんですけどね、はい、で今日立の社長の東原さんっていう、はい、この方は私が課長やった時新入社員だったんで、はい、でその方が社長になったんで、はい、これを早速送って、はい、で日立で不祥事を起こさねえようにお願いねって言ってください。ただこれ読んでね普通の結構全部作ったんですけども、はい、で会期を僕ね回想オンリーじゃなくて会期オンリーって言われて、はい、注文がどんどん来たもんですからね、はい、今度9月にまた増刷したんですね、はい、でその記念にね、はい、今日1冊持ってきましたんで、はいはい、もしご勉強したいという方がおられましたら、はい、私からの新春プレゼントありがとうございますありがとうございますこれですねこの本、本当に企業を経営されてる方とか必ず知っておくべきこの日立製作所のやっぱ36万人のリスクマネジメントやってた方のすべてがこれに入ってるんですよ集約されてる、はい、ね、ですね、はい、バチャリやってるからはいはい、これ私もいっぱい変わっていろいろな企業経営者さんにお配りさせていただいてるんですけどこれもすごいためになる本でございますよろしければはい、いやこれ10冊ですかね、はい、10冊プレゼントをしていただけるということで、欲しいという方はですね、はい、このフェイスブックのメッセンジャーかなんかでこの私の方に連絡をいただければ、はい、大引きで、プレゼントさせていただきますね、はい、よろしくお願いしますね。どうもじゃあありがとうございました、はい、ありがとうございました今日は最後ですねちょっとこれで締めさせていただきますので、はい、ご唱和だけよろしくお願いしますはい参ります今週も親不孝通りにつら